いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、スカバイでアウルセウスがね、新習得技を覚えて登場するっていうね、情報、噂がね、来ております。こちらについてね、ちょっとまとめていきたいと思います。で、今回のね、内容なんですけど、一応ね、公式情報プラス、そこからのね、いろいろな噂、なんで公式外情報をまとめつつ、いろいろ話していこうという動画になりますので、合ってるかどうかっていうのはね、わからないので、その点ちょっと気をつけてください。で、過去最高にやばいポケモンアルセウス実装の噂についてということで、もしね、まあ、どのアルセウスが実装されるかわかりませんが、一番やばいアルセウスが実装されたら、スカバイは終わってしまうので。まあ、そんなね、やばいやつなので、楽しみですね。というわけでね、今後もね、いろいろなポケモン動画上げております。ぜひチャンネル登録、高評価で応援の方よろしくお願いいたします。そして、ポケモン雑学班チャンネルっていうのもね、やってます。ポケモンの雑学とか考察がランキング動画上げていきます。ぜひチャンネル登録、高評価、概要欄の方に貼っておりますので、チャンネルよろしくお願いします。では、スカバイではアルセウスが登場するということで、現在スカバイではね、公式攻略本からアルセウス専用アイテム、プレートがスカバイ内部データにあると分かっています。で、この情報からスカバイではね、アルセウスが登場すると言われております。内部データもしかしたら消し忘れたのかもしれないけど、あるっていうことはそういうことだよねって。で、さらにね、新技を覚えて登場するらしいので、ちょっとね、そこら辺を踏まえて話していきたいと思います。では、アルセウス。こちら、ダイパ時代に登場した幻ポケモンとなり、通常時のね、合計取得値、721位というね、とんでもないステータスに加え、専用アイテム、プレートを持たせることで、好きなタイプに変わるっていう、ちょっと書いてあることがマジでわかんないポケモンです。で、アルセウスなんで来るか。これなんですけどね、ディアルガ、パルキア、ギラティナの専用アイテムがスカバイのデータ内にある。で、ソードシールドで最後まで登場しなかった。で、レジェンズアルセウスの登場人物、ラベン博士が登場してるということで、まあ、ここら辺がね、関係してくるかと思いますので、ちょっと掘り下げていきたいと思います。ではね、伝説ポケモンの専用アイテム。こちらね、ディアルガ、パルキア、キラディア。こちらのね、2つのね、専用アイテムが登場しております。で、大何々玉っていうのはレジェンズアルセウス初登場アイテムなんですけど、こちらがね、内部データにあるということで、あるんじゃないかと。専用アイテムがね、使わないのに専用アイテムね、入れてても意味ないからね。で、ソードシールドは出なかったんですよね。ソードシールドはね、登場すると期待されていたが、最後まで登場しなかったです。で、スカバイではね、翡翠の姿と一緒に解禁されるのかな、みたいな形で思っております。で、ラベン博士。これなんですけどね、スカバイの歴史の授業の中で、レジェンズアルセウスのポケモン博士、ラベン博士が登場しております。で、スカバイはね、伝説専用アイテムを含め、レジェンズアルセウスの要素がね、多く入っていると思っているので、ここら辺からね、レジェンズアルセウスからアルセウス来るんじゃないかと思っております。で、アルセウスのね、特徴っていうのはね、合計すごく口最高。好きなタイプに変えられる。で、レジェンズアルセウスはね、やばいです。超ぶっかりアイテム、レジェンドプレート、伝説の板。これがね、やばいです。で、合計種族値、全種族値が120で合計ね、720のとんでもないステータスをね、持ってます。で、プレートを持たせてタイプ変更できる。特徴と合わせてね、戦い方が全く読めないポケモンということで、まあ、対戦に来てもね、暴れ回るので、ぜひね、楽しみですね。で、好きなタイプに変わることができる。専用アイテム、プレートを持たせることで、そのプレートに対応したタイプに変更します。で、専用技。裁きのつぶてもプレートのタイプに変化するので、どのタイプでもタイプ一致、効果力、特殊技を使えるっていうね、やばいやつです。で、レジェンドプレート。こちらなんですけどね、レジェンズアルセウスでレジェンドプレートが登場しました。裁きのつぶてを使った時、相手の弱点タイプに変化する効果持ちって。で、必ずね、タイプ一致弱点になるので、レジェンズアルセウスやで、ね、アルセウスがいれば何でも倒せた。なんで、アルセウスゲットしてからが始まりかな。で、スカバイではね、このレジェンドブレード、プレートっていうのはね、来るか分かっておりません。多分ね、来ないと思います。来たら意味が分からないから。来たら意味分かんないから多分来ないと思います。もしレジェンドプレートが解禁されたら、まあこれはね、レジェンズアルセウスと同じく、ほぼ全てのポケモンをアルセウスで倒せてる。で、倒せてしまう。ちょっと文章おかしかったわ。ほぼ全てのポケモンをアルセウスで倒せてしまう。で、レジェンドプレートがなくても、技構成、騒ぎのつぶて、自己再生、挑発、プラスアルファ、持たせるプレートを変えるだけで、ほぼアルセウスで倒せそうです。まあ、ただしね、プレートを変えるっていう手間があるので、それ含めて、まあまあまあ、みたいな形かな。まあ、ただしね、ダメだと思う。で、アルセウスがね、覚える新技について、これなんですけどもね、物理技でフリアドライブ、ボディープレス、イカ様、ドラゴンテール、ダストシュート。で、特殊技でアシストパワー、ハイドロポンプ、暴風。で、変化技でビルドアップ、竜の舞、挑発。など、今までに比べてかなりね、強化されております。で、新技を覚えた影響といたしましてはね、
リュード前ビルドアップ習得で物理アタッカーの戦い方強化とか、アシストパワーイカサマで耐久戦法強化とかで、挑発で相手の変化技を防げるなど、すごいねパターンが広がってます。で、物理アタッカー型特化っていうのはね、攻撃プラス素早さを上げるリュード前とか、攻撃プラス防御を上げるビルドアップなど、剣の前以外に使える能力上昇技が増えたので、戦い方のね幅がめちゃめちゃ増えます。で、耐久型、これね、能力上昇が増えるたび威力が上がるアシストパワーで、相手の攻撃力でダメージ計算するイカ様を覚えたので、攻撃性能を下げてもねダメージを与えやすくなっております。で、挑発で変化技を防げるということで、挑発で相手の変化技を3ターン防げるので、能力上昇技を使うための起点にする相手の防火ができるなど、アルセウスと相性が良い技ね、今後対戦するなら挑発を覚えること、ここをね意識しておきましょう。で、アルセウス、まあ来るんだといつなのか、これなんですけどね、スカバイ初の目はねポケモンホーム連携後に来ると言われておりましたが、もしね最強シリーズで来るなら、レジェンズアルセウスの発売日が1月28日なので、まあ、ここら辺を含む1月、来年の2023年の1月27から30で最強シリーズみたいな形で来ても面白いかなと思います。ホーム連携で来るのかね、最強シリーズで来るのかわからないんですけどね、楽しみに待ちましょう。で、多分ね最強シリーズで来た場合、ノーマルテラスタイプで来るのかなと思いますのでね、格闘タイプのポケモンを育てておいてもいいかもしれないです。まあ、ただしね、ここに関してはね運営告知とかではなく、私が来るかもと言ってるだけなので、あまり期待せずに、まあ、自己責任で準備をしておいてください。で、まあ実際に来るのかどうなのか、まあ、これなんですけどね、まあ、アイテム関係、ソードシールドで出なかった、そしてレジェンズアルセンスつながりなどがあるので、スカバイでアルセンスがね登場するかもしれません。どういった形で来るかはね本当わかりません。もしかしたら追加ダウンロードとかの話もあるかもしれませんが、ちょっとね楽しみに待ちましょう。もしかしたら追加ダウンロード第1弾第2弾とか、そこら辺の話があるかもしれないかな。ではね、まとめといたしまして、アルセウスは強すぎたということで、来たら対戦どうなるんだろうね、楽しみですね。では今後もねポケモン動画どんどん届けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価応援よろしくお願いします。そしてね、ポケモン雑学花尾もよろしくお願いいたします。ではでは。